どっちが感じかよく分かる。でもやっぱりあれかな。あ、ちょっと明日も先行くか。はい、よろしくお願いします。はい、はい、照明の方はどうでしょうか。ちょっと今暗くなってきた感じですけど、特に 見づらいってもなければ。あ、私は特に、はい、大丈夫です。対決数違いますので、はい、大丈夫ですか、はい、座布団は大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、空調は、空調はどうなってますか。あ、はい、空調こちらに皆さんと伺います。はい、空調なんか調節するものってありますか。もし寒いとか暑いとかっていうふうに。リモコンがございませんで、こちら壁に取り付けのものを、はい、で取り付けで、はい、あの上げ出されたりってことですね。わかりました。ということですので、もし暑い寒いがありましたら、はい、記録の方に。あ、はい、今なんかついてるんですか、これは。今これでついてる。はい、ついてます。何度設定になってるんですかね。設定は、22度ほどなんですが、室内温度がこちら。あ、これが室内温度。はい、17.8 度、ね、冷房がついてるんですか、今。暖房でございます。あ、暖房な、あ、暖房。暖房か冷房かは選べるってことですか。あ、はい、選べます。あれ、温度を設定してすると、自然に、はい、あの冷房になったり暖房になったりするってことですか。あ、そうじゃなくて。冷房ではございませんで、はい、はい、暖房か冷房かということですか。あ、そうです。はい。暖房はいらないですよね。暖房はいらないですね、多分ね。はい、切っておく状態で。あ、そうですね。とりあえず常温でいいかな。はい、常温で、はい、今この時期は常温でいいですよね。今少しお暑いですでしょうか。着物着るとそんな寒いってことは多分、まあ、寒いはないですよね。この感じだとないと思いますよね。はい、まあ、もし暑かったらつける感じ。そうですよね。暑かったらつけるで、はい、とりあえず着ておいていただいてもいいかと思います。はい、わかりました。あとは大丈夫です。あとトイレの位置とかなんか聞いていただいて。当日こちらにほうじ茶をご用意させていただきまして、はい、いらっしゃった時にお煎茶をお出しします。はい、はい、飲むの大丈夫ですか。あ、私は大丈夫です。はい、失礼します。後でお出しますか。飲むのもお出しします。後で、はい、ペットボトルですか。はい、お水の代わりにお茶を、お茶を、はい、かしこまりました。常温のお水に、あ、冷たいお水が、じゃあ、このなんか冷やした状態で、じゃあ冷やした状態のペットボトルのお茶です。はい、わかりました。大丈夫ですかね。よろしければ、はい、あ、
お話しいただきます。お疲れ様です。すいません、これが両対局者、今検討終わったんですけど、どのような。この後ですね、外に出ていただいて、記念撮影をやって、撮影とで一人ずつ戻っていただいて、もらえばいいんだと思います。よろしくお願いします。